おはようございます。画家のギソです。今日はですね、門司港に来ております。門司港ですね、ぐるーっとーですね、でちょっとこうご招待されまして、こちらの宿の上の方に あそこの丸いいっちゃいいところに泊まらせてもらいました。丸い端の方にですね、窓が見えるところがあると思うんですけど、あちらでございます。で、今日はですね、久しぶりに門司港を歩いてみて、美の探し方シリーズをやってみようかなと思います。めちゃくちゃ久しぶりですけど、2年ぶりぐらいかな、門司港を少し歩いてみようと思います。風が強い。少しですね、風強いんで火が今昇ってきてますね。こちらですね、ホテルはね、もうここ一択みたいですけどね。もう早速目の前に、こりゃなんだねえ、わあ、もうこれはもうこんなとこでライブ配信とかしたらいいですね。こんなとこライブ配信したかったんですが、恐竜くんたちがいますので、ちょっとできませんでした。いいですね、ちょっとこっち行ってみましょうか。もう構成的にはもうね、斜めからこの角度から全然問題なくできますね。隣もなんか門司港レトロというだけあって、やはりレトロですね。ありがとうございます。あー、これもなんかね、うわー、何ですかね、これも、うわー、朝からやろうと思えばできたな。ちょっと風が強いか、これも建物素敵ですね。あ、反対側ちょっと振り返りますけど、これもね、あ、三井クラブと。反対側振り返りますと、わあ、近代的な建物とちょろちょろ見える昔の建物ですね。ちなみに繁華街的なのはどっちなのね。まあとりあえずこっち行きますね。こんなんね、子供たちと散歩とかできたらね。わあ、これも面白いね。普通にこれでも構図絵になりますね。あー、いいですね。でも多分向こうやろうね、向こうの方やと思いますので、向こうの方とぼとぼ歩いていってみようと思います。この角度からもいいですね。またいずれ、来た時はやりたいと思いますが、日曜日やったからめちゃくちゃ観光客いました。ホテルを右手に、して、海側が見えますけども、あそこ今日行こうと思ってる海峡館ですね、あの下関ですね、あちらの方がですね、ぜひぜひ、あそこが関門海峡ですね。見えますか、いろんなものがここは詰まってますね。あ、観覧車ですね、あれ。こっち側なのかな、昔何度か来たことあるんですが全く覚えてないぞ。うわ、逆光の火が昇っていく建物も綺麗ですね。ちょっと海の方行ってみましょうか、せっかくやったらね。釣りしてやんのかな。うわー、九州と本州を結ぶ橋ね、ありますね。わー、この角度もなかなか面白いですよ、絵にできますね。はい、この
ぐねぐねとしたのがあって、向こうにですね橋がある状態、これも十分絵にできるんじゃないかなと思います。まあ、近代的な建物ってあれは何ですか、ブッシャリ島みたいなのかな。わあ、いいですね。これも全然にできますね。何枚できるか。あ、福丸くんが行きました。関門くんと福丸くんですね。福丸くんが今行きました。福岡県警の船もございます。わあ、磯の香りやね。わあ、ね、これぐらいが限界でしょうけどね。わあ、関門海峡がありましてね、え、海がございます。関門海峡がございまして、ずっとこうですね、下関の方でございますね。この辺が海峡館あたりかな。あー、正面に見えますのが海峡館。ちょっと戻ってみましょう。あ、逆光めちゃくちゃ綺麗結局ここかえって感じですけどね、ホテルの横の。わー、綺麗ですね、今空がですね。綺麗ですね。そして、こちらは、下関唐戸港行きの船が出ております。なんか、あ、門司港レトロというのは、あ、違わない反対側ですね、門司港駅の方に行ってますね。門司港レトロにやっぱり行きたいので、また戻りますね。ホテルの方へ戻ってきます。昨日鉄道博物館に行きました。まあ、この辺りももう古い建物とかあって、多分門司港レトロの一つなんでしょうね。こちらからすぐですけどね。あ、向こうの方になんか立ってる。はあ、こういうのもね、意外と絵になるんですよね。単なる道ですけどね。これは何ですかね、何の建物ですかね。面白いですね。どこが門司港レトロなのかをよく分かっていないというおじさんのブラブラ旅です。あ、いいですね、焼きカレー専門店ですって。これが焼きカレーです。うわ、僕はこちらやな。あー、面白い。まあ駐車場とかあってもね、うまいことね、描けばうまいことできますよ。で、宿泊のホテルへ戻ってきました。ちゃんと下調べをしてこないというところが私のね、本当適当なところですね。あ、これ昔の大阪商船、三井商船の門司港支店だそうですね。
展望室観光物産館370m。 とりあえず歩いてみますか。いやこの宿は本当一番いいんでしょうね。あ、遊覧船、わあ、ちびっこ乗せたったいねえ、乗せてあげたいけど、あいつらが乗りたがるかですね。またここに戻ってきました。まあホテルがございまして、まあ、ここもこのでっかい建物、高い建物ありますけど、意外とこういうのバシッと来てしまって絵になりますよ。レトロ横丁、踏切がありますね。こちら、そう、これ出水美術館やったか。11月10日からリンパ、うわー見たいなー、若冲と、うわー見たいなー、絶対チビがあんなも無理やなー、あ、これは出水美術館なのかな。うわー近代的なものなものと、このうわー、あ、でもこれ出水美術館じゃないのか。わー素敵ですね、この後ろの近代的なものとねえ、あ、これ展望台なんでしょうね。あー、そういうことか。わー素敵ですね。これ隠れたらどこがいいかな。真正面、反対側も面白いですね。うわー、なんかこう絵を描くには意外と椅子もあってね、ええとこ結構ありますね。こっちは椅子ないですが、出水美術館もうちょっと向こうやった気がするけどな。とぼとぼ歩いております。ね、いろんな意味もありますね。ね、いろんな意味もありますね。あ、展望室やね、やっぱね。31階、植物公園、まあ、素敵なレンガのね、建物ですね。あ、これは駐車場なのか。ちょっと入ってみましょうかね。ちょっと入ってみたいと思いますけど、飛び出し注意、車ゼロ。おい、植物公園、おいおい、特に何もなし。焼きカレー専門店ですね。あ、電車がなんか錆びれた電車がいい感じですけど、ようやく朝日が昇ってまいりました。宿はあちらでございます。こんな感じでくるーっとこう一周してみましたけど、まあレトロなもちろんね建物がいいんでしょうけど、まあそれ以外も絵になるところちょこちょこあるなという感じがしました。いやいや、豊富にあるなという感じがいたしました。さあ、あいつらはあの部屋にいるのか。当然いるんですが、あいつらはわしゃわしゃやっているのか。あ、ちょっと電話をかけてみようかと思いますけどね。あ、綺麗ですね。朝散歩いいですね。わあ、また焼きカレー焼きカレー焼きカレーですね。お、
チャンラーですって、美味しそう。やっぱ地ビール飲みたいですね。戻ってまいりました。ちょっとうっさいですけど電話してみましょうか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。もしもし。はいはい。今ね、橋渡ってます。見えるかね。いた？あ、いたいた。わかる？わかるわかる。あ、いるいるいる。折り紙を必死に折ってて全然準備しません。いや、いいです、いいですよ。ねえ、いいですよ。見える？あ、いたいた。おーい、おーい、おーい、おーい。見えてないのかな。本当？ね、おーい、見えてるよ。見えてる、見えてる。パパかっこいい。めっちゃやっぱこう、こっからも分かりやすいよ。ダントツでかい窓だから、すごい分かりやすい、すごい分かりやすい。ええ、見えてるよ、見えてるよ。おーい、おーい、おーい。え、いやいや、顔しっかり見えてるよ、見えてるよ。ネットワーク不安定だって。ずー、準備しといてね、準備しといてね。じゃあ切りますということで、わちゃわちゃやっておりますが、ここにあいつらがいますということで、久しぶりに B の探し方ということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。お二人が映っております。このカメラの限界はこれくらいでございます。おーい、おーい、ということで、終わりたいと思います。ではでは。